はい、どうも、こみです。さて、本日はボブソンファミリーさんからお届けします。こちら、つむぎ組さんのファミリークランですね。FWL というね、海外でやってるリーグ、ミックスリーグなんですけども、こちらの中から今日動画紹介していきたいというふうに思います。今ね、本当にスーパードラゴンがタンホール14でもう流行っていて、YouTube 開いてクラクラの動画を探しても、もうスパドラのなんていうの？サムネイルしか目に入ってこないレベルですよね。もういいよっていう風に思うかもしれないけど、今日もスパドラです。ごめんなさい。ただね、タンホール13を見ていこうという風に思うので、12もね、これ全然応用聞きますから、12、13やってる方は、ぜひね、参考にしてもらえたらという風に思います。で、まあ、基本的な立ち回りって、12も13も14も、このシュータースーパードラゴンはあんま変わんないと思うんですよね。だけど、やっぱりね、13の方が自由度が高いので、なおさら僕はこれ強いと思っていて、これバリさんのアタックですね。タウンホールをしっかりシューターで潰していきながら、スパドラでど真ん中取っていくっていう感じのアタックになるんですけども、こんな形でテスラの近く、テスラが今入ってきちゃったけどね、これ目的はここにあった迫撃砲なんで、まず目の前にスケルトン1個出して、で、スケルトンでこの施設4個のターゲット取っていくんですね。これうまいね、マジで。すげえうまい、これ、本当に。で、馬場もさらに出して、こう、スケルトンがね、減ってきたところで、さらに、シューターにダメージが入んないように調整しますよね。うますぎだろ、これ。このテクニック真似したいっすよね。で、さらにシューターが奥の方までダメージを入れていきます。この大砲にダメージ入ったところかな。この、ボムタワーは多分、普通に壊れちゃうんで、大砲にダメージが入ったところで、ターンが起動するので、それによってターンホールをシューターがたげると。いう形ですね。で、走行中心にここにライトニングを2発打っていきます。で、残った呪文構成はこれ、レイジが3発の、フリーズが4発ですね。これを使って取っていくっていう形です。まあ、タウンホールをきっちりシューターで取れるかどうかっていうところが重要になってくるので、まあ、序盤はタウンホールがちゃんとシューターのターゲットに入るかどうかを見ていますね。これを見ずにユニット展開しちゃうと、星1のリスクが当然生じてしまうので、まあ、そこら辺をね、時間をしっかり使ってでも、チェックしてから本体投入するっていうね、バリタンの、アタックの精度が高いですね。ガチャ食い出して、しっかりもう竹が入るなというのを確認してから、スパダロを出していきます。スーパードラゴンが届く前にもうどんどんね、ギガインフェルノにダメージが入っていって、これでギガインフェルノを破壊。スーパードラゴンは爆発一切巻き込まれることなく、このままど真ん中に向けて直進していきます。直進と突進が被ったね。はい、突進していきますね。で、そのまま一気にこれ散らばるの多分誤算ですね。こっち本当多分散らばってほしくなかったんじゃないかな、こっち側もというふうに思うんだけども、それでもう一体一体が強いから、バラバラになってからでも呪文を使えば全然いけちゃうんですね。フリーズ1個でもこのシングルインフェルノ突破して、もう外周部分から一気にスパドラが、十字方面突進していきます。で、外周こちらの反対側ですね、三次方面はキングクイーンでカットをしながらぐるっとね、12時に向けてスーパードラゴンが二手に分かれて突進していくという感じ。おー、これ強えわ。今頃シューターが破裂して中からね、バルーンとドラゴンライダーが出てきましたけども、これよ。これ。やば。ユニットの数がヒーローみんな生きてるしみたいな感じですよね。はい、これがタウンホール13で、やっぱりこのシューターは使える強みですね。こいつがやっぱり強すぎるなっていう気がします。まあ、14の動画見ていて、おそらく同じような形でやってる13の方多いと思うんですよね。だけど、13は13でね、使い勝手がすごくいいし、このスケルトンっていうテクニックはマジでちょっと覚えておいてほしいしと思うので、ぜひね、タウンホール13の方だけでなく14の方もね、これもし見てくれていたら、このスケルトンテクニック真似してもらえたらというふうに思います。めちゃいいっすよ。使いやすいですね。相当使いやすい。バリタンのもう一個見ていきましょう。これね、ここのタウンホールを狙っていくんですけども、こんな形もあるんですよっていうパターンですね。これね、ちょっとこの短いアチャトの ね、なんていうのかな、ここに行ったことが早いんで、これスケルトン1個だとね、タゲ取りきれなかったんですね、これ。ちょっと、タゲが、テスラのタゲがね、こっちの、シューターに入っちゃうんですよ、若干ね、こんな感じで。だけども、まあ、なんとか、致命傷になる前に突破って感じですね。やっぱり、この短いアチャトの攻撃速度速いのは少し厄介かもしれないですね、スケルトンを使う場合には。迫撃砲はしっかり切った上でやってます。はい、こんな形で、
ウィズトをターゲったところで一マス空きのタウンホールにハイダメージが入ってこれで起動と。これね、一マス空きは基本的にこの赤い枠、まあ、いわゆるその防衛に入るポイズンみたいなものだと思ってもらえばいいと思うんですけど、このフレーム君がね、こうちょこ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 いつがダメージ与えてくれるんですけど、1マス空きだったらこの範囲に入るので、シューターが、ターンを打つためのターン起動ができます。これね、ターン起動できないとターンホールでるって単なるその金庫とかと同じ扱いになっちゃうので、シューターターゲンないですよね。だからそこすごく気をつけた方がいいんですが、こんな形でターゲット取ってくれるようにその防衛施設が置かれているかどうかですね、そこ注目で。今回ねここを潰しているので、なんでねこっちにキングクイーンとか出して、キングクイーン出してこうやってねドラゴンこっちからやらないのとかいうふうに思った人いるかもしれないんだけども、このパターンってね、バリさん、まあ、ちょっと後でもう一回画面見ながらやりたいと思うんですけど、うまいんですよね。ごめんなさいね。ここを潰しているから、ドラゴンこの面で出しても、まあ、ちょっとね、この部分、まあ、クイーンとキングでこう潰してはいるものの、向かっちゃうじゃないですか。向かっちゃっても、それ以上ね、外側行かないんですね。もう一回こっちから中にこう戻るんですよね、こういう風に。こういう風になるっていうか、こういう風になる。なので最終的にはドラゴンたちが終盤密集する形が作れてるんで、これもありなんですよね。ドラゴンを使う場合って本当にね、ドラゴンたちをどういう風に動かしていくのかってすごく重要なので、ルート作りこの2本目の動画ではよく見ておいてほしいなという風に思うんですけど、末広がりダメなんですよ、ドラゴンって。基本的に末狭まりにしなきゃいけないんですね。今回のケースで言うと、こう書いていきますね。ドラゴンを、あとここを例えばこう金食いでカットするじゃん、こういう風に。よくね、やっちゃう人いるんですよ、ここ。序盤をなんか狭くしたいからって言って、この部分金食いでカットしちゃって、で、金食いここでもう仕事終わっちゃうっていうパターン。で、ここからドラゴン出すっていうパターンも、ね、よくね、見るんですけども、そうすると、こう行くドラゴンと、こう行くドラゴンがいて、末広がりですよね、わかるかな、これ。最終的に広がるんですよ、こういう風に。で、そうなっちゃうと、こういうところの防衛にみんなやられちゃうんですね。対空砲2本とかあったら、それにやられちゃうんで、そういう形にはしない方がいいよっていうのはね、これマジで思います。はい。絶対に逆側から行った方がいいですね。で、今回のケースっていうのも、どうなんだろうな、こっちから金食い流す、僕だったらこっちから金食い流すっていうケースもあったんだけど、そうするとやっぱね、末広がり型になっていっちゃいって、多分ここの突破が、しにくいと思ったんじゃないかな。ロイヤルチャンピオンも当てにくいし、ここが突破できないと、ドラゴンたちがこうね、なった時に、やっぱ末広がりになっちゃうんですよね。ここにロイヤルチャンピオンとかを刺していくことができて、潰せるっていうふうに思うんだったらいいんだけど、これ潰せないなというふうに思ったら、今のバレエさんみたいに、ここを潰しておいて序盤に、こっちからドラゴンを出していく。で、こういうふうにね、ドラゴンたちのルートっていうのをこういうふうに限定していく。この距離よりもこっちを狭くするっていう形ですね。そのためにここをキングクイーンで削るっていう、まあ、こういうパターンを作るっていうのを一つ方法としてはいいのかなというふうに思います。ルート作りマジ大事なので、今ねバリタのアタックから2つ、スケルトンとあとルート作りっていうところがうまいなと思っても見れましたけども、この辺ぜひぜひ参考にしてもらえたらなというふうに思います。ではですね、ラスト1本見ていきましょう。これパンダさんのアタックですね。これもね、綺麗に撮っているんだな。突撃艦スーパーウィザードで言ってます。これね、ちょっと見てほしいんだけども、必ずしも、シューターが正解じゃない場合ってあるんですね。例えば今回ここにクロスボウがあるじゃないですか。まあ、これ対空なんでおそらく大丈夫なんですけど、対地クロスボウ、あ、こっちが対地だった場合とかって、シューターでターン打てないんですよね。ターン打つ距離感の時に、陸のクロスボウがシューター打ってきちゃったりするから。で、かつ、この辺ってなんかすげえ罠がありそうとかね、こういうとこ、テスラがありそうとかさ、いかにも的な感じがするじゃない。で、そういう場合って、むしろ、突撃艦スパビズ打っちゃった方が、こういうところって、ほら、チェーンがさ、スパビズのチェーンがすごく入りやすい配置になってるんですよね。その辺っていうのを見計らって、一気にスーパービザードでアドバンテージ取っちゃうっていうのも全然手としてはあります。その方がリスクが逆に少ないところもありますね。この辺巨爆なんか絶対ないって分かるので、2マス空いてないから、ここに落としていって、で、スーパービズでガンガンに削っていく。こんな感じで、はい。
削っていくという感じですね。でこうすることによって壊す範囲っていうのはここを壊すっていう点においてはシューターとほとんど同じぐらいの仕事量をしてもらうということになります。結構削れましたよね。こうなってくると、まあ、シューターで壊すのとほぼ破壊の量は変わらないので、まあ、そこから先ドラゴンの展開しやすいですね。ドラゴンたちをまずまとめて出していって、でキングクイーンこっち側ですね、はい、キングクイーンを出していきながらここの部分をキングクイーンでこう潰すことによってドラゴンのルートをこういう風にしていきますね。これ結構ね末広がりになってます。こういう風に末広がりになっちゃってるんだけども、序盤がもうドラゴンたちのその距離が狭すぎてほとんどやられずに終盤まで行っているから、まあそれによってだいぶねあのドラゴンたちのなんていうのかな、密集効果が保たれて最後まで伸びきったっていう感じですね。これ多分イレギュラーとして多分まあそのイレギュラーってなんか誤解があるかもしれないな。そのなんていうのかな、あのこのパターンの末広がりはいけるとかいう見極めっていうのも結構大事なんだけども、まあ、基本的には末狭まりの方がいいんですよ。だけどあのあこのパターンだったら広がってもいけるなっていうふうに思える場合には広げちゃっても OK ですね。だけどやっぱりほらドラゴンやられるでしょ。あのこの部分だけ残ってドラゴン全部やられちゃってるんで、あの末広がりになっちゃうとこういうことが起こります。ただまあ中央部分に入ってるロイちゃんだったりとかアチャクイがまた全然元気なのね。こいつらによって、ね、前回まで持っていくってことができるっていうところですね。インフェルの破壊、ロイヤルチャンピオン対ロイヤルチャンピオン、ここはシールド打ってさらに殴り合いでロイちゃん倒すみたいな感じ。おお厳しいね。だいぶでも厳しい、だいぶ厳しいけど、うん、やっぱりさっきのところの末広がり型のところだな。末狭まりか末広がりかでだいぶユニットの生き残り方が変わってくるってところですね。でもまあちゃんとクロークも残っていってインビジも残っているのでもう満着ですね。これはあの序盤のアドバンテージだったりがだいぶ大きかったのでもう綺麗に前回まで持ってきましたね。とまあいう形です。あのタンホール13においてもシュータースーパードラゴンって本当に使えるんですけど、やっぱり使うときにシューターがダメージ受けないような、序盤のシューターの出す場所だったりそれをサポートする呪文やユニットの使い方、今回はスケルトンの呪文を、見てもらって、あとまあちょっとまああの話には挙げなかったけども迫撃砲をちゃんとバルーンでこう壊すというところもちゃんとバリさんとかやってましたよね。そういうのすごく重要かなというふうに思います。そういうふうにやってシューター本体にダメージが入らないようにしていくという形を作るのが1点で、さらには、ドラゴンたちを使うときにも狭まりですね、末広がりよりも狭まる形でやっていくっていうそのね、ドラゴンのルートを作っていくその考え方っていうのがすごく、参考になるのが2本目でした。で3本目このパンダさんのやつっていうのは、明らかにこのタンホール周りに、ね、なんかありそうだなみたいな、こういうなんかありそうだなっていう場合には必ずしもシューターに頼り切るだけではなくて、まあ、突撃カンスパビズを使うなんていう方法もありますよということですね。そうするとこの部分が壊せるので結局はシューターでやろうと思った仕事の範囲っていうのを、まあ、スパビズでこうやってあげて、でその後の部分をドラゴンをこうガーッと流していく、こんな感じですね。 P の下 D ドラゴン出していきながらキングとクイーンでこうね逆サイドをカットしていくって感じですね。こうやってルートを作っていくっていう方法もあったと思います。まあ、この辺をね織り交ぜながら使ってみてもらうのがタンホール13におけるスーパードラゴンの使い方ですね。まあ、いずれにしてもあのシューターが使える配置である場合にはシューター使った方が圧倒的に強いと思うので、ぜひぜひね、タンホール14の動画なんかも参考にしながら、今回のねこの13の動画は、まあ、13用に特化しましたけども12でも当然ね、この攻め方パターンとしてはやれますので試してみてもらえたらというふうに思います。はい、ではですね、本日はタンホール13の、ね、シュータースーパードラゴンにフォーカスして動画をお届けいたしました。こんな形でですね、僕のチャンネル、クラン対戦の解説付きの動画中心にやっております。タンホール12から14まで幅広く扱っておりますので、動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。